はい。えー、アドバンセイからですね、報告いただいたので、シェアしていきたいと思います。フォトスケープで作ってみました。吉田さんの動画解説がわかりやすくて、迷わず作成できました。カスタムサムネイルに対してのやり方がわからず、ずっと拒否反応とストレスがありましたが、それが全部なくなったので、チャンネル全体の特訓工事に取り掛かります。動画解説ありがとうございましたということで。もういいんじゃないですかかっこいい感じで。うん。ちゃんと切り取れてますね。人物を <laughs>。 まあ自分が行動できないようにならないようにしてほしいですね <laughs>。自分が行動できないようにならないようにしてほしいんですけど <laughs>、はい。行動ができない心理という動画をアップして自分が行動できない心理に陥らないようにお気をつけください <laughs>。ということで、えー、報告のシェアを終わりたいと思います。あとですね、あのカスタムサムネイルの、えー、動画解説ね。 あの、この YouTube の下にも入れときますので、まあ、p h o t o s 僕、無料、まあ、お金払ってね、有料版もあるんですけど、僕は無料枠で使ってるんですけど、まあ、Windows も Mac もフォトスケープちょっと、Mac なんですけどね、僕は。Mac と Windows ちょっと仕様が違うので、Windows 使われてる方はちょっとあれかもしれないですけども、まあ、Mac 使ってるよっていう場合は参考にしてみてください。この YouTube の下に、えー、この動画解説のリンク入れときます。はい。 ということで終わりたいと思います。ありがとうございます。